はい、用意スタート。よろしくお願いします。もう気が狂った変態クソ投稿者によるオープンワールドクライムアクションセインツロー4の実況パート12始まるよ。視聴者の皆様、じゃあ服を全部脱げ。それから出たクソをすくい上げて飲んでもらおうかね。ちゃんと食べてもらおうね。あ、タクヤさんも飲んで。セクフレに助けてくれってメールしたら変態クソドカタ来た、来たな。クソまみれのムチ老食フィストやりたいぜ。ここはおなじみ岡山の剣木。本当？岡山市内でもいいぜ。どっちだよ。ボスはシャワーを浴びた後そのまま議会議事堂に向かったことはあるのかな。その際チンポ見てろって野党から開示要求があったかもしれん。ボス、こんな状況でも勃起してやがる。もう我慢できねえよ。しこって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 There might be additional access points we can use to increase the bandwidth. あ、魔法力。いいよ、来いよ。うん、うめえかけ、うめえ。お前は今日何しに来たんだ。仕事じゃねえ。ボス。ぶっ壊されに来たんだろ。あ、冷えてるか。大丈夫ですよ。冷えてますよ。日本の三。マシンガンを。弱な俺を見ろ。ロケットランチャー。最強じゃん。あのタイプにはショットガンを使え。え、やだよそんな。ショットガンに切り替えろ。あ、しょうねえな。オーバー。弾が出ないですか。ロケットランチャー。あ、気持ちいい。止めた。気持ちいい。ボス。こら、何ボキス。うわ、ガキガキだよ。ほら。すいません、君の下ですけど、まだ時間かかりそうですかね。今日は何しに来たんだ。忙しい。シャワーを浴びたばかりなのに、もうボスからドロドロの汗とコクマロミルクが出てしまいそうです。現実とも連動しているので、今頃本体もドロドロの臭い子だけど、そのまま金字とロマンスをするからいいのさ。上から来るぞ、気をつけろよ。外してよ。なんでそれ下手してやるか。落ちろ。意外と早く落ちたな。やることねえな。やることねえな。書いたら何でもするか。大自然オーナーに。Personality transfer at 31%. I found an access point that can help speed this along. Get to it and activate it. まずこの屋上さ、アクセスポイントあんだけど、制圧していかない？もし屋上で体を焼いてる水泳部員がいた場合、ボスならエイリアンともども凍りつけにして熱中症を予防します。Turned it on. There's a second access point out further.なんでそれ立たしてやるか。落ちたな。拓也、今岡山の剣木で外と正面でチンポバトル悲鳴が入っています。すぐ来れますか。うっす、もちろんだけねえよ。ここでちょっとこうやってやってでパパパって言って終わり。Now both the access points are online. Is the download any better? Much faster. Much too fast. Too fast! Sid is overloading! Overloading? Overheating! Get to him and cool him down! Okay, we're good. We're fine. I managed to throttle the connection a bit, so it should be much more stable now. How much longer on the download? 3 minutes.Good. That'll give me just enough time to fight off more Zen. うまいラーメン。タンプン。待てねえな。待てよほら。待てほら。What's up with these murder bots? Murder bots? Oh, wow. Yeah, emphasis on murder. 視聴者の皆様、こんにちは。次のニュースです。今日昼頃、岡山の県北にあるコンビニエンスストアに当社の新商品ボス。停止。はい、ストップ。エスプレッソとアイスティッシュと炭酸飲料でが売りなのだ。警察ではうん、美味しい。この匂いたまんねボス。精液というが体の養分だぜ。Under we
we can get Sid a murder bot instead. Do you really want to give some rogue AI an exoskeleton equipped with a complement of weapons and a history of violence? Probably not. Besides, I already found a real CID body for him on the ship. So, you know, synchronicity. Oh my god, why does this hurt so much?痛みが熱い、なんかいろんなこと言うやつだな、お前ね。生きてる証拠だろ、お前な。ボスはばらまきするのが好きなので、エイリアンたちに速攻魔法、マインスロワーのばらまき制作、です。なお、ボスはオス汁もばらまきしているため、今頃現実のボスからの異臭が、宇宙船に充満しているでしょう。ボス臭い。ただただ臭いだけ。次はボルデモールを痛めつける。お出ししろ、バラマグロの野郎。データボトルネックエンカウンター。各部屋の射精1000円、年下1割引き、リピーター1割引き、視聴者の皆様たち2割引き。ちょっと待って、クソマミのプレイをやりたいぜ。お問い合わせください。ケミルカレムゾン、チンチン星30。上から来るぞ、気をつけろよ。上もおっぱいも両方も感じるよ。ケミルカレムゾン。こいつらが最後ならこの辺で。こちらもボスのセクスカリバーを抜かねばブサ法というもの。ボスのデカマラは車を吹っ飛ばすほどの強直。人間なら頭と胴体が分かれちゃうね。ダウンロード complete。 Alright, time to kill us some aliens. Oh god, I'm gonna regret getting Sid a real body, aren't I? Oh Sid, you say the nicest things. おや、どうしたんだろう。気が優しくない。 Well shit, just when things were going so well. あれ、一人だろ。ペリスを切断し、解体するの始まりや。Kinsey? Take him down and I should be able to transfer some of his powers to you. ああ、逃げんじゃないよ。逃げようとしたの？ボス！こんな状況でも勃起してやがる。エッチな質問なんですけど、オナニーは週に何回ですか？ 40! あれ？おかしいな。セックス！っていうのは週、今どれぐらいやってますか？やりすぎだから。自分で物の大きさとかっても測ったことあります？その時は何センチぐらいでしょう？30。デカマラ！巨人じゃ勝てねえ。知らないよ。生き返れ、生き返れ。どうや、これで感情生き返ると思うか？ボス！心無にしろ。最後の一発決めてやるよ、ほら。太いチンコもワンコに入っちゃう。入っちゃった。こんな大きな入っちゃったよ、パパ。いい、とってもいい。こちらと前と両方で。感じちゃうよ。ぐちぐちに吸い付いちゃってる。はぁ、あ、おいしかった。あぁ、たまらん。パパの体の中に台にしまっとくよ。わぁ、わぁ、Something's definitely happening in my brain. 何始まるんです？ Welcome to being able to move things with your mind. じゃあ、特別の稽古つけてやるか。そうですね。じゃあ、まずは体の基本のクソまみれの制限図から教えるから。だねえな。ボス。これ見本見せるからよく見てろ。人や物を持ち上げ窓から投げ捨てる能力ですか。どっかの石村エンジニアも同じ能力使ってなかった。とりあえずこれで邪魔する連中を高い高いできますね。そこのお前、空を自由に飛びたくないか。結構飛びますよ。そっちに飛んでもやばいですよ。Guessing I want what's inside this thing? Yeah. It has more clusters in it. Pick it up with your mind and smash it open. そういえば玉は結構大きいかもしれないよね。あ、先輩、これ玉とか何出しましたか？おや？どうしたんだろう？ Okay, now use that power to throw things at the warden and take down his shields. もっと面白いことしようぜ。無知ろうそくフィスト、窒息筋トレ拷問など各種苦痛を伴うもの。あ、せーん。目の骨が折れた。こんな大きな入っちゃったよ、パパ。お前の出番は終わりだ。消えろ。あのタイプにはショットガンを使え。ショットガンに切り替えろ。嫌だね。Nice job. I'm sure you'll have plenty of chances to use it. ほら。もっと蹴って次だぜ、ほら。おい、もっと。Mission accomplished with extreme prejudice. そこでしこたま酒を飲んでから言え。といったところさんで、
今回は終了です。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。終わり！閉店！以上！